はい、よし。いや、こんにちは。ちっすいの YouTuber よっち大社長です。今回はですね、初心に戻ろうということで、こちらのコーラ、そしてメントス、もうここまで来たら分かりますよね。そう、メントスコーラ甘い。そんなね、メントスコーラ、コーラメントスなんかね、もう古いんですよ。そこで新しいメントスコーラのやり方をご紹介しましょう。はい、こちら哺乳瓶。最近流行ってますよね、哺乳瓶。なんと哺乳瓶の中にコーラを入れて哺乳瓶メントスコーラやっちゃいたいと思います。ということで、メインでは、明らかに内容が薄いということでサブチャンになりました。ということでやっていきましょう。はい、それじゃあ容器の中にコーラを入れていくよ。よし、じゃあここにコーラをセットするんだ。んコーラじゃない、哺乳瓶をセットするんだ。やだ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 、返せ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 返やばい、もうこれでもうやばい。はい、ちょっと傾けてください、傾けてください。あ、そこだって、いやー、どんどん濡れてる、どんどん濡れてる。はい、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 閉めます、閉めます、閉めます、これ閉めます。はい、閉めました。はい、さあちょっとドゥドゥドゥンって半分ぐらいじゃ入れよう。ドゥドゥドゥン入れる。うん、いやだってこれさ、バブバブ、うん、すっごいちっちゃいからな、ピキャーンって行くかもしれない。いや、わかんない、わかんない、見えない可能性あるけどね、細すぎて。はい、やだな、降ってくんの。ちょっと待って、今何にも考えてなかったけど、まあいいか。俺も何にも考えてない。はい、じゃあ半分、半分ぐらいいける。半分ぐらい、もうスタンバイしとくといいんじゃない。じゃあもうこれ全部入れる。うん、うん、そうだね、いくよ。え、じゃあいける、すぐ閉めれる。はい、オッケー、来い。じゃあいくぞ。はい、3、2、1、ゴー。はい、はい、あー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 どうでした今、ね、間に合いませんでした。ですね、はい、そうですね、こっから出ましたね、全部。あ、そっから出たんですか。じゃあやっぱどうする、閉めて、やっぱなんかほらよくあるじゃん、テープとか貼っといてコンコンってやってポトって落とす作戦で、うん、ああ、こうでも閉めた状態でで、こうトントンとかやって、それがちょっと入れすぎたのかな今。ちょっと分かんない、ちょっと作戦変更しよう。はい、はい、ちょっと穴開いてる、これ。いや、開いてはいる、ちょっと開ける、開けるか、ちょっと開けるか、ちょっと痛い、逃げ道をね、閉める、閉める、閉める、怖い。大丈夫。はい、ということでですね、もともとの哺乳瓶はですね、穴がものすごくちっちゃくて、こう哺乳瓶を押さないとね、押したりこすったりしないと出てこない状況だったんですけど、ちょっと穴を大きくしました。で、まあ普通には出る状態にしたんですけど、でもそれでもね、普通のよりはちっちゃいね、完全にね。ああ、じゃあそこ、確か次はな、うん、俺が命をかけてすっげえ力で締め上げるから、いけ、うん、メントスコーラを勢いよく入れろ。オッケー、俺勢いよく締めるから。オッケー、これもうエッチャンスタイルだから、これもう携帯大丈夫か、そこに置いて。やばいぞ本当に。え、どうする、あれじゃあやった方がいいんだろ。え、そんなことない、そんなことない、手でいける。え、どっちからいけばいい、どっちからいける。あ、もうそっから、俺こうやってやったらバッて締めるから。オッケー、こっちから行ってみたらいいかな、行くよ。はい、3、2、1、頑張れ頑張れ。うわあ、3、2、1、頑張れ頑張れ。うわあ、頑張れ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 
言うの。ねえ、いや俺コントロールできないもんこれ。おゆるおゆるわ。疲れた。どうだ。いやすごかったね。でもすごかったよね。結構すごかったな。結構すごかったよ。おい、これがやりたかったんだろう。いやでもすごかった、すごかった、さすがよっち。はい、はい、ということで、はい、バブー、バブー、やっぱね、エントスコーラバブーでした、バブーでした。はい、まあ、皆さんはやんない方がいいと思います。やんない方がいいです、エントスコーラね。はい、あんまりやらない方がいいですね。はい、はい、それでは、はい、はい、ではまた来年、また来年、また来年。うわーって思ったよ、本当に。なんかスローモーションか、スローモーションに見えた。ちょっと見てみて、一回。なんかスローモーションに見えた。